カール・ヒルティは、スイスの会員議員を務め、法学者、著名な文筆家としても知られる。日本では、幸福論、眠られぬ夜のために、の著者として有名。敬験なキリスト教徒として、神、人間、生、死、愛、などの主題を用いて、現代の預言者とも評されるほどの思想書を書き残した。また、そのようなテーマに深く踏み込んでいながらも、 彼の著作には、非現実的な、空想的要素は含まれないという特徴がある。ヒルティについて最もよく知られている業績は、幸福論、眠られぬ夜のために、などに代表される宗教的倫理的著作である。その他、法律家、政治家として表した著作も、すべて一貫したキリスト教信仰の精神に基づいている。ヒルティのキリスト教思想の特徴として、 聖書の言葉を大変おもんじていることが挙げられる。彼が最も愛読して感化を受けた書物は聖書であった。彼の著作の中では聖書の国を大変頻繁に引用しており、それを通してキリスト教信公者としてのあり方や神への揺るぎない信頼と愛による忍耐を自身の経験を通じて述べている。聖書内でしばしば引用される書籍として各福音書、 詩篇、イザヤ書等の予言書などが挙げられる。聖書では、福音書内のキリストのお言葉を最重要視し、その他の書は添え物に過ぎないとも言っている。ただし、これは、聖書内のその他の書物を軽視するものではない。聖書以外でもヒルティが、しばしば引用する著作として、ストア哲学のエピクテトスや、マルクス・アウレリウス、詩人のダンテなどがある。 格好とした信仰に根付いた生活を世の中でして、いくために、様々な処生術や、思考法、対処法などが表されており、中でも、節制的生活を胸としたヒルティが強調しているのは、協楽を避けることである。ヒルティが避けるべきと繰り返し主張することとして、飲酒が挙げられる。彼は禁酒運動に力を入れ、禁酒運動における、大学生の使命、 禁酒運動における主な障害について、等の論文を表し、彼の助力で、1907年には、スイス国会で大多数をもって、アブサン禁酒令を可決させている。その一方で、極度の心身疲労時などに、極めてごく少量のアルコール飲料を、就寝前の薬用として用いるといったことに関しては、健康上有益な場合もあるだろうとの記述も、残っている。ただし、 不眠に対処をするための飲酒は厳禁としていて、代わりに、リンゴや蜂蜜などの軽い食べ物を勧めている。また、彼自身は、そういった禁酒を、その生涯の早い時期から行っていたわけではなく、また、何よりも、かつて、イエス・キリストご自身が、必ずしも武道士を遠ざけるということは、なさらなかったということもあり、 完全な禁酒に踏み切るまでにはかなりの時間がかかったとも述べている。その他、強楽と呼ばれるあらゆることを避けることを奨励している。これは彼が神経病や精神病についても造形が深く、その疾病を避けるための質素な信仰生活を尊ぶためである。キリスト教信仰による生活が最良のものとしながらも他宗教に関しての造形も深い。 代表として、仏教、インド哲学、中国哲学、イスラム教に関しても言及がなされている。同時に、当時のキリスト教の状態にも苦言を呈しており、形式的な教会が良い、修道院生活、瞑想付けの生活などの形だけの信仰のあり方を批判しており、教会制度の欠陥についても述べている。また、ヒルティの思想で指摘されることとして、キリストの死によって、 罪が許されたという食材意識が薄いということ、社会主義や唯物論に否定的であることが挙げられる。しかしながら、彼は、やはり彼の最も重要な研究対象の一つであった聖書と、そして、かつて神の子として地上に現れたイエス・キリスト自身が、日々語りたもうた言葉と、その行いを全身全霊をもって把握し、模倣し、実行することだけが、 人類にとっての唯一の福音であり、人が救われる道は、ただ、キリストの福音以外には決して存在しないだろうと結論づけた。また、その教えには、高級的な価値があるため、現代のどのような先進文明国にも必要なものであるだろうと考えた。マタイによる福音書11章18節から19節、ルカによる福音書7章33節から34節。 ありがとうございます。